はい、皆さんこんにちは、ネクストフィットケントです。今日は、アイハーブで頼んでたサプリが来たので、ちょっと開封していこうかなと思います。感じっすね。まあ、そんなに量的には頼んでないかな。まずクレアチンとソースナチュラルズのフィッシュオイル、まあ、定番のやつで、カリフォルニアゴールデンジュエーションの、ビタミン、マルチビタミンが2つ、 EGCG、エピガルカテキンガレートが1つと、あとこれはちょっと楽しみなんですけど、ユニバーサルニューキューションのアニマルパックっていうマルチビタミンの、まあ知る人ぞ知るごついやつです。はい、この1、2、3、4、5種類が今日届いてサプリで、まあ簡単に紹介していこうと思うんですけど、結構、まあ、どれもメジャーなサプリです。で、じゃあ端からいくとフィッシュオイルですね。フィッシュオイルなんですけど、まあ、これオメガ3を取ることを目的としていて、まあ、EPA だったり DHA、まあ、イコサペンタエン酸とかドーサイクサエン酸の摂取を目的として悪い脂肪を除去するために、まあ、原料期から取ってます。で、これは増量期でも取り続けていこうかなと思って今回購入しました。次に紹介するのがこれですね。EGCG、エピロガロカテキンガレートっていうやつです。で、これは、まあ、なんでカリフォルニアゴールドニュートリションなのかっていうのは、まあ、コストと、あと1回1錠で、まあ、ある程度の量が取れるので、マルチビタミンと、このエピガロカテキンガレートっていうのは、僕は結構、カリフォルニアゴールドニュートリションのものを、まあ、好んで取ってます。結構安いです。1000円ぐらいですかね、これ1個で。で、60粒入ってるんで、結構2月ぐらい持ちますね。で、カテキンについて、まあ、詳しい情報は他の動画で作っていこうと思うんですけど、まあ、簡単に説明すると、まあ、カテキンっていうのは緑茶ポリフェノールの一種で、で、主に緑茶ポリフェノールから取れるカテキンっていうのが4種類ぐらいあって、エピカテキン、エピガロカテキン、エピガロカテキンガレート、エピカテキンガレートかな、4つ、4種類あって、その中で一番抗酸化作用が強いものが、このエピガロカテキンガレートっていうもので、で、カテキンを取ろうとすると結構、このエピガロカテキンガレートが主流なんで、そこに EPCG ってやつがたくさん出回ってます。で、抗酸化作用でいうと、大体、まあ、有名なのがビタミン C の抗酸化作用だと思うんですけど、ビタミン C の大体80倍って言われてます、まあ、同じ量に対してなんですけど、なので結構抗酸化作用を狙う方だったり、まあ、脂肪燃焼ですね、主にこの抗酸化作用と脂肪燃焼を2つに効くって言われてるんで、まあ、その2つを狙って摂取する方にはとてもいいと思います。コストが見て、で、まあ、2つ目が、あ、3つ目か3つ目がこれマルチビタミンなんですけど、これ1個30粒なんで2つ買ってます。カテキンのタイミングに合わせて2つで60粒ですね。で、これも、まあ、結構成分的にはオーソドックスなマルチビタミンです。で、コストが結構いいので、まあ、これは定番のアイテムですね、はい、で、4つ目がクレアチンなんですけど、まあ、クレアチンなんで新しくカリフォルニアゴールドニュートリションのやつにしたかっていうと、まあ、今フェーズ的には自分は減量が終わったところで、減量中っていうのは、
まあ、体に水をためないために、まあ、クレアチンをやめてました。2ヶ月ぐらいなんですけど、でこれから増量期に入っていくっていうタイミングでまたクレアチンを取ろうと思ってて、今までは、まあ、オプチだったりマイプロテインだったり、まあ、アーノルド、ギャスパリだったり、まあ、いろんな、まあ、6、7種類自分は試しました。で、まあ、気に入ったやつもあったんですけど、まあ、今回いいタイミングなんで新しいのを選んでみようかなと思って、でそんなコスト的にも高くなかったので、まあ他のマルチビタミンカテキンでちょっと気に入ってるカリフォルニアゴールドのメーカーでちょっと新しいクレアチンを試してみます。はい、で最後なんですけど、これ一番まあ僕自身も気になってるところで、ユニバーサルの、アニマルパックっていう、まあ、マルチビタミンとか、基本的にはマルチビタミンとかアミノ酸とかいろいろ入ってるやつなんですけど、これまあ多分ボディービルの方とか、まあ、そうじゃなくても、まあ、フィジークだったり出られてる方よく知ってると思うんですけど、開けてみるとこういう風になってパックに包装されてます。見えるかな、犬の餌みたいな、やばいね、あーやばい、やばい匂いするんですけど、これですね、大体10粒ぐらいかな、10粒ぐらいが、まあ、1パックになってて、これを、まあ、一度に取るという感じなんですね。で、まあ、まあこれ自体の動画は別で作ろうと思うんで、まあ、ざっくり何が入ってるか、まあ、紹介していきます。カロリーが40キロカロリーで、カーボが5グラムで、食物繊維が2グラム、プロテインが5グラム、で他で、ビタミン、まあ、全部入ってるんですけど、 ACDE、まあ、チアニンとかナイアシン、まあ、この辺はあれですけど、ビタミン B 群もしっかり入ってて、でビオチン、カルシウム、フォースコリー、ロディン、マグネシウム、鉄、亜鉛とか、まあその辺も入ってます。すいません、メモリーが切れたんでちょっとカメラ変えました。アミノ酸系もカバーされてて、でアラニン、アルギニン、アスパルギン酸、グルタミン、グルタミン酸、グルシン、ヒスチジン、イソレシン、ロレシンとか、まあ、必須アミノ酸は全てカバーされてます。で BCAA って呼ばれるあの分岐アミノ酸、ロイシン、ソレシン、バリンも全部カバーされてます。ただロイシンの値だけ見ると、まあ、500mg、 約 509mg なんですけど、これ 509mg なんで、まあ、普通に BCAA とか取ってる人で考えるとちょっと物足りないかもしれないですね。まあ、大体 BCAA だと211とか、まあ、321とかの割合で取られる方多いと思うんですけど、まあ、そうなると 2g、1g、1g とか、まあ、3g、2g、1g とかって取るので、まあ、そう考えるとちょっと少ないかな。ただまあこれは僕は早朝に、まあ、全部ちょっとカバーできるように取る目的で買ったので、まあそれは全然問題ないです。であと必須アミノ酸の他にもカルニチンだとか、まあ、必要最低限のものは全てカバーされてます、っていう感じですね。まあこれらが、まあ、今回僕がハブで購入したものたちになります。でこういう動画が、まあ、ちょっと面白かったりちょっとでもためになったりしたら、まあ、ぜひライクボタンお願いします。そして、チャンネル登録もぜひお願いします。で、まあ、インスタグラム、オフィシャルウェブなどのソーシャルメディアやってますんで、まあ、エンドロールだったり概要欄からよかったらチェックしてください。それでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。Looking straight at me, the look on your face, what does it mean? Giving you a taxi, flabby master, backseat turns in so classy. I always remember, time round November, never be efforts, but you took the ladder. Sure, still playing the right game, then I was lame, all of the sudden.